はい、始まりました。たびたび夢大陸です。イエイイエイイエイおいえいあ、あ、あれえ、今そんなに盛り上がったの？あれまあ、きのこちゃん久しぶりに戻ったから。はい、そうだね。うん、そうです。2週間もお休みしてしまって。ほんとさ、びっくりさ。そうさもう、どうなることかと思ったさ。そうさ、私ドキドキさ。ほんとさ、ほんとさ、戻ってきたと思ったら、目のところに議論があるさ。物もらいさ。気をつけてさ。さあ、どうぞどうぞ。はい、たびたび夢大陸ナビゲーターのきのこです。えいはーい、えいはい、はいでーす。負けたわ。負けたよ。お待たせしました。はい、負けた。ほんと負けた。はい、連休最終日、皆様いかがお過ごしでしょうか。まいこです。よろしくお願いします。はーい、えいはい、はい。そっか、連休だったんだ。そう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 。その服はユニクロ？違うから。大好きユニクロ。あ、なるほどね。いいね。いいね。はい、僕が普段愛用している服はアズールです。かけるしたいんです。よしね、ウェイ。あれはウェイ。アズール着てるんだ。うん、いや、似合いそうよね。プライベートはね。はい。そうそうそう。ちょっと人様には見せない。あ、まあまあまあ、知らないの、知り入れてやんの。まあ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 。そうそう。メリンだからね。なるほど。この番組の、じゃあ、説明をね、ひとこちゃんにね。うん。うん。ちょっとして。はい。この番組はですね、見てくださっている皆さんを、セカンドライフ内のいろんな場所に案内しちゃおうという番組です。連れて行くよ。連れて行くよ。連れて行くよ。私はついて行くよ。もう、この場所から動けません。はい。え？え？動かないの？あ、動くよ。行かないの？行くよ。行くでしょ？うん、行く行く。うん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 。そういう意味だ。そういう、なるほど。そうそうそう。もう、周りはもう、今にもちょっと歩き出すようになりました。ちょっとはははその前にちょっと大事な大事なお約束が。そう、そうよ。はい、そうなんです。うん、じゃあちょっと行かせていただきます。はい、はい。この番組の提供シムはジャパンドリームケンジン、アマツ、ベップ、江戸ジャパン、浅草108、シム新潟、大正ロマンシムの提供でお送りいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。行っていいかな。なんだよ、そのまま。もうね、もう、行きたくて行きたくて、うずうずしてる。わかるけど、なんかこう、行きますよっていう感じの。あ、じゃあ、キノコの、こう、かわいい声でね。そうそうそう。そうそうそう。はい。ですね。はい。まず、今日旅するところは。ごめんなさい。はい。はい、本当に、マイコは。どこに行くんだ、探せば。そうです。はい。はい、今日旅するのは、豪華客船の SS ギャラクシーでーす。はーい、はーい、でっけー。なにこれ、でっけー、これでっけーよ。ちょっと笑いが込み上げるぐらいでっけーな。よね、このでかさ。これどんだけでっかいか教えてやってよ、キノコちゃん。はい、この船はですね、そう、なんと3シムにわたって高速船船です。すごいよね。3シムだよ。どうする、でかいから。うわー、すげー。3万5000
なんです。笑うしかないよね、これ。ちなみに、おこげさん、俺って何プリム？これ何プリムだろう。これ何プリム？これって、50プリムぐらい？ 50 プリムぐらい。70？ 70プリム？俺70プリムだって。もう、そしたらもう俺が何回できるかっていう話だよ。ほんとほんと。ちょっと例えが悪かった気がした。35,000 プリムのタケルくんを作っちゃえ。うん、じゃあキノコ行こうか。うぅ。はい、行こう。はい、行きましょう。行きましょう。はい、はい、こっちですよ。はい、こっちか。はいはいはい。すごいわ。いいわ。あ、これあー、うわ、ここすごい、ここすごい。うぅ、うん、あ、案内するのがこちらです。はい。ああ、おお、大きい船の操縦室ですね。なんだこれ。大きい船の操縦室ってあなた。なんか言い方あるでしょ。え、なんで？え？なんて言うの？豪華客船。豪華客船です。船の、なんだっけ？ SS ギャラクシー。操舵室。あ、操舵室。そうそうそう。あ、はい。大きい船の運転。かわいいから許す。だってすごいね。で、あのぐるぐる回してついてないんだ。すごいな。ちょ、タケルキャプテン。はい。はい。ちょっとなんだね。キリッとしたね今ね。なんだね。キャプテン。なんだね。動かしてください。え？船を動かしてください。ごめん。今は、はい、ちょっと停泊中なんだよ。だから動かないんだ。そうよね、キャプテン一つでちょっと無理無理。まあ、一人でもいけるんだけど。いや、いけない。もう、そんな、そこはやめてくれないかな。そうね、そうね、そうね。今、初めてなんかちょっとムカついた気がしたよ。どこまで行くねんって思った。うん。すごいな。この奥まであるの？これさ、地図で見えるってこと？メインランドの地図で。うわ。うわ。うわ。あ、ここだ。ここだ。これだ。うわ。これだ。わわわわわわわ。わ。うわ。すげえ。そりゃ見えるわな。うわー。そりゃ見える見える見える。はー、これはすごいわ。すごいわ。これ、どんだけ大きい。スプリンはさ、あの、SL の船ってさ、なんだかんだ言って幅狭いじゃん。うん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 。俺、めちゃめちゃ広い。まあそうだよね。死ぬいっぱいいっぱいまだあんだもん。そうよ。うん。でかい。うわー、でかい。でかいわー。ここでミーティングをするんですね。あ、なるほどね。なるほどね。うん。あー。あのさ、こんなでっかい豪華客船を目の前にして、このちっちゃいテーブルでうわーって言ってるあなたはどうかと思う。これうちのオフィスにもあるじゃんだって、こんなのね。うちの方がちょっと大きい。ちょっと大きいよね。ちょっと大きいね。あー、もう楽しみだわ。ワクワクするわ、キノコちゃん、次行こう。はーい。よいしょ。ついていくわー。わー。うん。ですね、はい、同じフロアにあるのが、はい、結婚式場です。おお、うわー、すごい。うわー、なにこれ。これは綺麗だわー。うわー、すごい。ででででーあのさ、今俺が歌ってるんだからさ、あいつさん、はい、はい、いいじゃない。大きい。じゃあ、マイクさん歌いなさい。ダダダン、ダダダダン、ダダダダン。あれ、あれ、この人、アホやな、あれ。一人で、ダン、ダダダダンって、二度ともかい。すごい。すごいなぁ。うわぁ、すごい。綺麗だね。綺麗なぁ。ここ、結婚式もできるんだね。
これなんですね。船の中だからね、ここ。うん。うん。船の中ですよ、皆さん、これ。うん。あら、まあ、ちょっとこんな感じになってるのね。あ、素敵。ああ、こういうところで結婚式やりたい。これはいいじゃないか。うわあ、いいな。これはすごいね。あ、ぶっ飛んじゃった。何やってんの？申し訳ございません。ぶっ飛びました、今。すごいわ。これは見応えありそうだね。どうですか、皆さん、こういうところで結婚式。いいね。ね。うん、市長がこの式を執り行うのね。そうですね。多分ね。うん。多分ね。多分ね。ああ。ここはラブラブシートなんですね。あ、ラブラブシート。ああ、なるほどね。あ、そうやるのはイエスの枕ですか？それ、きのこちゃんわかんないと思うよ。きのこ、イエスの枕って知ってる？ひっくり返すやつでしょ。そうひっくり返すやつひっくり返すやつね。そういいよ、ノーよ。新婚さん、いらっしゃい。あ、そうそれだ、それだ。分かってきてる。ぬたわしとかでしょ。そうそう、前にそれのパクリでさ、面白いのがあったのが、あの、表をひっくり返すと離婚で、あの、裏にすると別居って書いて、どっちにしろダメじゃん。何それ離婚別居マークだよ。結婚式場で話す話題じゃないよね、これね。そう皆さん幸せになってください、本当に。はい、じゃあ次いきますよ。はい、はい、ついていきますよ。今日なんか、今日さん、キリッとしてね。うん久しぶりだからね。うん、そうね。うん、久しぶりだから。あー、ついていくわよ、どっちかしら。こっちね。たまに来るの皆さん映ってんけど。クルーの皆さんも。かわいいね。はい。映った方がいいよ、たまには。うん。うん。じゃあ、このエレベーターに乗りましょう。あ、エレベーター乗るの？はい。あ、乗ってください。はい。クルーの皆さん。クルーの皆さん乗ってくださいね。はい、乗ってください。はい、乗ってくださいね、クルーの皆さん。はい。マイクはみ出しますよ。マイクはみ出します。気をつけてくださいね。うわぁ、どこに行くんだ？お、前まで下がりまーす。うわぁ、あ、キノコさん、スカートめくれてる。ほんとだ、すごいめくれてる。おっと、サービスショットだった、今。ほんと、サービスショットだった。すっごいめくれてた、今。すごいめくれてた。あ、マネキン横だ。どこに？何？いや、こちらでーす。はい。はーい。ん？ここは？こちらはですね、日本庭園とお寿司屋さんが。やっぱりこう長旅でね、和食も食べたい。そうよね、そうよね。あお寿司ね。あー、お寿司回ってるかしら。回る寿司なんかないから。ないか、ここは。そう。お寿司は人気だもんね。人気。あー、すごいね。あ、すごいね。お寿司。タッチフォーメニュー。あー。何を出るの？あ、買ってくださいと。そうです。あー、なるほどね。まあ、それはね、そうだ。あ、ここは料金も払うようになってるんですね。日本庭園じゃない？ちょっと。うん。あー。あー、ほんとだー。この、素敵だかー。池の中にも、鯉が泳いでたりとかね。え、マジで？ほんとだ。いるいるいる。どうぞ。ほらほら。見えますか？まあ、今ちょっと伸びたり縮んだりしてる。そうだね。声が。伸びない方が。おーおー。声がいますね。はい。声がいます。声です。はい。マイコさん。はい。なんでこっちにいるの？なんで君そっちにいるの？え、どこに？あ、ごめんね。このね、長い人はいないんだよ、ここ。三品分あるの。そうですよね、突き進んでしまいました。ごめんなさい。いいですね。はい。日本庭園。本能の赴くまま。はい。はい。次行きますよ。はい。行きましょう。はい、行きますよ。はい。
はい、次行きますよっていうのもいいですね。次行きます、次行きますよ、イエーイじゃあこっちでーす、はーい、こっちでーす、はい、あーすごいなー、すごいなー、あ、ここはスーパーです、おー、スーパー、スーパー、あー、一つ一つなんか手抜いてないですよね、すごい頑張ってるなー、ここに、うん、あらー、ちょっと、もう天井はガラス張りでね、どれ、あ、ほんとだわ、これゾウさんかと思ったらゾウさんじゃなかったんだね。これは鳥だった。不調かしら。ゾウさんの鼻割れてると思ったらゾウさんじゃなかった。鳥ですね。鳥です。いやー、いいとこだわ、これ。これほんとすっごい時間かかってると思う、作るのに。ああ、だって3万5000円なの。そう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 。あ、あそこにあるのはジルじゃないですか。はい。本当だ。タケル君大好きですよね。ジムね。うん、あ、でもうちのジムの方がね。うん。あ、日焼けマスキンだ。日焼けマスキン。あ、本当だ。あ、すごい。ちょっとマイコさん日焼けマスキンに入ってよ。はい。早く。こっち。あ、これですね。はい。横になるやつ。これ、あ、こっちじゃなくて？横になるやつ。こっちの方ですか？これの目の前にあげて。3。なんか開けないんですよ。あ、これ、蓋閉まらないの？閉まらないです。あー。じゃあ、次か。まあ、こんな感じで。うんうん。うん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 。あ、このまいこさん、なんかこの平均台みたいなのにボールがありますよ。あ、これですか？これはちょっと何ですか？ちょっと、あ、あたし…カレーさん、ここ、ここ見てるところ、ここ見てるところ、え、ちょ、お、よ、お、まあ、どうですか、ちょっと今日頑張ってます、お、はい、よ、お、どうですか、これ体やばいな、まあ、任せてください、今日はね、つけまつげも抜きで頑張っております、あ、なるほど、すごいね、はい、いや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 すごいでしょ、やるね、です、誰でも、そうね、はい、でもなんかキュリトも来ないのが何かなどういうことですかそれ、いや、すごいね、え、すごいね、いろいろあるね、ここは来てみた方がいいよ、皆さん本当ちょっと来て遊んでください、これ本当に、うん、あ、マイコさんまだやってたの、はい、あ、本当紹介しきれません、これだけでかい、そうね、うん、あー、じゃあ、次行く、次行く、次行く、はい、うん、次行く、置いてかないで、あ、こっち、こっち、こっち、はい、はい、迷うよね、迷う、でも、うん、今どこにいるかわかんないもん、全然わかんないもん、すごいな、ここ船のどの辺にいるんだろうね、ええうん、なんか、また雰囲気が違う。おぉ、はい、あ、ここへ行ってて。お、ダンスフロアです。ダンスフロアですか？はい。おぉ、素晴らしい。ゴーゴーダンスですかね。ゴーゴーダンス？そんなもんない？では、せっかくなので、私。はい。じゃあ、戻らせてもらおうかしら。お願いします。わかりました。てれてれーん、やっ、おう、よし、てれてれーん、ヘルオンステージ、イエーイ、おーイエーイ、誰ですか、ピンク、ピンク、ピンクいいですよ、可愛いですよ、テレパイティに俺のアンテナを変えな、よし、ダンスフロアもでっかい、うん、でかいね、うん、目が回る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 、よし、すごいな、あ、お姉ちゃんが立ってる、これ誰かしら、そう、俺も焦ったけど違う人だった、そ
そうなんです。いろんなところに案内のお姉さんが立ってるんですよ。あ、そうなんだね。うん、このお姉さん動くね。今動いたね。あれあれ動いてる。あ、ほんとだ。ドキッとしたよ。あのお姉ちゃん何プレイムだろう。行きますよ、次に。あ、今行くよ。今。ついて。ついて、ついて、ついて行くから。今調べてる？今調べ中？23プリムだった。23プリムもあるの？俺なんか70プリムなんだね。まあ。そうだ。微妙。微妙。70プリム。ああ、広いなこれ。すごいから。もうね、これ皆さんわかります？カメラで。この広さ。ねえ、なかなか。これはね、船酔いなんか絶対しないよ。うん、しないしないしない。うん、だってさ、だってさ、カメラさんこれさ、吹き抜け取れる？あ、吹き抜け、これ見てください。ほんとに。吹き抜け取れる、すごいよ。怒られちゃう、そんなこと言ったら。あ。あ、そっちの吹き抜けは。いきますよ、いきますよ。あ、いきますよ。待ってよ。ください。おー。すごいね。すごいよね。早くだ、早く。ああ、ごめん。今上見てた。早く。何やってんの？先を急ぐためなのよ。そう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 。うん、6階まであるんだっけ？だってそうですね。下もあるんでしょ？ 1 階から6階だっけ？うん、うん。1階から6階まであるの？うん。そうです。すげ。3階から5階の部分は、うん、あの、うん、特等席？うん。特等席？はい。あの、借りれるんです。うん、お部屋。皆さん、お部屋レンタルできるんですよ、ここ。本当、ちょっと歩けなくなってる。はい、ああ。1回目のシム声です。はい。あ、ここシム声だったの？はい。ちょっと入ってみてくれないかな。シム声です。俺、岩の中に入ってんだけど。私も今、ちょっと動けなくなりました。秘密兵器を使おう。はい。ピノはどこにいるの？ピノ。私はまだ、木の前に。ああ。あ、私が先行っちゃったのかしら。いや。だいぶ先のところに。あ、点が見えるね。ここ。やろうか。やろうか。大丈夫？ここまで吹っ飛ばされちゃったよ。え、もうちょっと戻んなきゃダメなの？え、そんなに吹っ飛ばないの？あ、木の子どこ行った？木の子はもうすぐ、あ、近い近い。呼びや。近くに来た。おう。うん。来た来た来た。はい。テレポートを送ったら歩いてきやがった。横から出てきた。そうだよね。うん。そうですよ。ここも新前したのかしら。そうですね。でももう一回来ますよ。もう一回来るの？過酷な旅ですね、はい、今日は。なかなか。はい。ちょっとカメラさんすごい普通に撮ってるよね。本当に、うん、もうカメラさん今日準備万端ですよ。万端ですね。はい。もう完璧ですね。そうなんですよ。今日はちょっとね、チム声が結構あるんで、きついです。過酷な旅だ。はい。よーし。大丈夫かしら？クルーさん大丈夫かしら？キヤマさんどこに向かってるか分かってね。分かってます。そうだよね。任せてください。そうだよね。うん、焦る任せる。焦る任せる。隠れないようについていく。任せる任せる。ただ前に進めないだけで。そうだよね。そう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 、進めないだけ。過酷なシム越えの旅です。過酷なシム越えの旅。そうだ、これだけ大きいとシム越えもね、三種。ほら、三種もかかってや、そりゃもう。ほんとよ。これ今一番向こうまで歩いてきない？これは橋まで。はい、すいません、止まりません。はい、私も止まりません、今。あ、止まった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 。これ、案内したい場所が途中にあるんだよね、きっとね。そうだね、とりあえず。うん、船内にもこんなに自然がいっぱいね。そうね。そうそう、すごいね、階段もすごい階段だね。ある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 。ああ、やっと、おっとおっと、やっと歩けるようになってました。本当ですか？うん、僕はね、
わー。あ、何度か関係よ。わー。うん。あ、そうでもねえわ。なるほどね。あれだ。いろんな、いろんなものがあるな。うん。これはちょっとね、ほんと。うん。1日、いや、2、3日かけてちょっとこれゆっくり回らないと、そうね。かもしれない。そんなに広いからね。この豪華客船。これって今、やっとあれ、ケツじゃない、船のケツじゃない、やっと違うのかな。待って、まだ。どれだけ歩いたらケツ、あ、違うか。まだまだじゃない、これ。うん。うわ、ここ、シム境なので気をつけてください。まあ、すごいね。まだ、まだ終わらないよ、ここ。うわぁ引き離されていくキノコちゃんが上に上を歩いてった二人とも遅く通り抜けたどれどれどれ抜けあ、抜けはいいかあ、ついていかないと遅れるちょっとあなたたちあなたたちっこいくせに早いよえちっちゃい二人が早すぎるちっちゃいから早いんだよあうわいやあ、シム越えた。よし。スムーズ。カメラさん、大丈夫カメラさん、カメラさん、大丈夫大丈夫カメラさん。キノコさん、どこここですよ。骨を。どこどこたけるくん、通り過ぎてちゃった。だから。ちょっと待って。こっちですよ。ちょっと呼んで。わかりました。うん。はい。待ってねー。やっぱりその模型のとこだったんだ。あ、いるじゃん。そうでーす。今ね、あ、俺はちゃんとそこにテレポートしていった。いるじゃん、いるじゃん。いや。ここがですね、船のロビーになっていて、うん。あちらの、うん。見えますかね私の視線の先の方っていうカメラさんが、カメラさんが、模型のど真ん中に立ってますが。あれあちらから船に乗り込めるんですね。これね、みんな見えない。人は。あら。あ、いいや。モニターに映ってるから。ここから乗り込めるどこからあっちです。あっち、こっち、こっちです。あっち、こっち、どっち？こっちです。あっち、どっち？え？こっちが搭乗口です。こっち？どっち？こっち。こっち。あー、こっち。あー、なるほどね。あー、こっち。これにああいう方にキノコちゃんがいるのかしら。ここに、いますよ。こっちが搭乗口になってます。あ、今一瞬見えた。あー。あ、いた。そして、この模型250リンデンで買えます。何フレーム？何フレーム？何フレーム？これですか？うん。165プリームです。なるほどね。模型置けないわ、うち置けない。すごいな、これ外から、あ、ここ、あ、ちょっと出てみていい？ちょっと。出て、出て、出て。ちょっと、今俺そこに出てくからね、カメラさん。いいとこ撮ってよ。わーどどどどーん。お。さあそのままそのままそのまま俺寄ってっから寄ってっから。あれ？ちっちゃいのがちっちゃいのがちっちゃいのが。海っていいな。世界を旅してきたからちょっと疲れたけど。あサメがいる。怖。嘘。逃げる。ほんとだ。もう怖い怖い。サメがいるよ。大丈夫、タケルくん。食べられないから。俺食ったら入れ歯になるぜ。いやー、すごいね。ここから乗るんだ。あー、ここから乗るんだ。そっか。今日、番組始まったところはもう船の上だもんね、あそこ。そうです。はー、なーか。カメラさん、これ、外のこう、見上げた感じって見せてもらえるのかしら。おぉ。怒られるかしら、そんなこと言ったら。行っちゃうよ。おぉ、行っちゃうよ。カメラさん。行く。おぉ、行った。
はい。よーい、さよ。どうですか、これ、皆さん。はーい。見てください、これ。よーいしょ。うわー、すごいでかいよ。でかい。でかい。左右にちょっとカメラを振って、ちょっと、なんかこう、先端とか、端っことか。本当にカメラさん大活躍。ああ、うわ、もう、うわ、でかなんかでかなんかでかすごい、でっけーだって思ってたけど、うちのサンクなんか目がね、ちょっと筆にしようか、うち。あ、いいですね。あ、でもないいですね。人志まで船っていうのは、ちょっとこれ見ちゃったらもう。そうね。三志もにまたがってる。次行きますか。はい。うん。ついていくわよ。ついていくわ。うん。はい。うん、どっち？どこに行きますか？このロビーの左手の方に、ボールがあります。うんうん、ボールが、あ、はい、はぁ、あ、はぁ、あ、お買い物エリアですね、これは。そうです、うん、そうですね。ここね、ゲームなんかもできますよ、へぇ、すごいなぁ、お店がいっぱい入ってる。あ、なんか入ってる、これ何かしら、なんか入ってる、これ何、わかんない、これ何のゲームなんでしょうね。うん、なんかわかんないね。うん、やったことないゲームだわ。うん、すごい、なんかいっぱいいろいろあるね、ここ楽しいね。うんうん、あらららら、今日にはシネマもあります。シネマ、シネマ、シネマ、シネマって映画館。そうです。うわー、あー、ほんとだ、今やってるのかしら、シネマやってるんじゃない。あ、ポップコーン売ってる。やっぱりね、映画館といえばポップコーン。映画館の前に立ってるポールにタッチすると、うん、上映スケジュールとかも見えます。あー、へー、うわー、あー、映画館至れり尽くせり。あー、映画館、ちゃんとした映画館だ。本当だ、すごい、すごい、うわぁ、ちゃんと見えるんだよ、これ。うん、すごいね、すごいね、うん、面白いな、ここ。だって何ヶ月もここで暮らすわけでしょ、お客さん。1ヶ月とか2ヶ月とかね。そうね、うん、これだったら楽しめるわ。楽しめるわ。うん。すごいわ。お部屋も借りれますよ、ここ。借りれるんだって、お部屋、ここ。うん。じゃあ、次行く？次、はい、ついていくわ。ついていくわ。どこ、どこ？あ、こっちね。こっちですよ。はい、はい、はい。すごいなぁ。うわぁ。歩き疲れるよ、これ。いや、でもいいことだよ。うん、いい運動になりますね。基本のライフではね、直立、うん、歩くべきだと思うよ。本当にそれは思う。そうそう、うん、面倒くさくても歩いたり階段を登ったり。そうです、飛んじゃダメです。そうそうそう、はい、またエレベーターに乗ります。はい、クルー、クルーの皆さん、エレベーターです。エレベーターだよ。皆さん大丈夫ですか。みんなエレベーターだよ。皆さん大丈夫ですか。おー、うん、大丈夫、大丈夫、入った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 、うん、入ったよ、はい、おー、おー、ちゃんと動いてくれるのは憎いね。そうそうそう、これ今何人乗ってる、入れて今ここね、5人6人乗ってる。え、嘘、うん、あ、1個箱があった。6人乗ってる。6人乗っても大丈夫。いいね、信頼性がある。うん。これ、エレベーターマニアだけど、結構ね、エレベーターにね、泣かされるもん。エレベーター、
うるさいから。ほう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 。もっと。もっと。どこかな？はい。次はこちらですよ。はい。ですよ。はい。はい。ではですね、さっきのは、うん。なんていうんですか、ディスコ的なダンスフロアだったんですけど、うん。こっちはフォーマルな。ダンスフロア。あー、ドレス着てくるの忘れた。ボールルーム。あー。あー。ちょっと、ドレス着替えようかしら。いいじゃん。いいじゃん。いやー、これは、ちょっと素敵だね。あ、この丸いところがダンスホールだったんだ。ドームになって、これ線が外になってるのね。うんうんうん。あら、ちょっと、素敵だわ。作ってるね。何人入れるのこれ。これ何人で作ったの。ねえ、すごく気になるね。これはこれはすごいね。ちょっとびっくり声だね。ちょっと上を見るとまた綺麗のかな。上を見ると綺麗よ。あー、すごい空が綺麗。そうね。あー、ちょっと夕日が、あ、これどうよ夕日。ちょっとこれは起きて破りじゃないの、カメラさん。本当にもうやるわね。皆さん今日大活躍。すごいわ。ええー、ね。あとこれはね、これはすごい。うん。このてっぺんのカゴみたいなところ。このてっぺんのこのカゴみたいなところ。カゴって言ったら。ここも踊れるんだ。あのてっぺん、てっぺん。ちょっとじゃあ、そのカゴに行ってみたらどう？二人とも。そこね。なんで？なんで？なんで笑ってんの？俺も踊れないからさ。待って、このカゴにね。え、だったら俺一人で行ってる？いや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 。そんなことない。いや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 。俺一人。もう今。カメラぐーっと伸ばしちゃったからもう。いやいや、俺と。もう伸ばしたから。そうや。これですね。あれ？よし。なんか登れなかったか。ここで踊るのね。あー、すごーい。なるほどね。ここで俺ちょっと踊ってる今。すてなんか俺絵にならないやん。ああねえ、もうなんかさ、こうカメラをこう引いてったらさ、そのシルエットが見えるんでしょ、その踊ってる人のね。ちょっとカメラさん引いてみて。映ってないじゃん、これ。たけるくん、ちっちゃすぎるよ。ないよ。ムードがないよ、たけるくんは。あ、ちょっと、いいや。これはカップルで踊らないとね、そこはね、やっぱり。カップが踊らないとダメよ。ダメよ。皆さんデートに来てくださいね、ここね。うんうん。よいしょ。あそこにあったら降りるボールがあった。あ、降りれるんだ。うん。そうやー。ここはいいわ。カップルで泊まるっていうのもあるよね。うん、ここにそしてバーがある。あ、お姉ちゃん。すいません、牛乳を一杯。こんばんは、お姉ちゃん。こんばんは。こんばんは。How are you? 喋れないから。あは？たけるくん牛乳飲めるの？うん。へぇー。大きくならないね。成分調整のやつね。私豆乳で。あ、あ、なるほどね。あ、あ。あ、あ。いやー、ここは楽しいなー。ここはね、みんな絶対来た方がいい。うん。うん。セカンドライフならではだよ。ほんとですよ。うん。こんなの。次どこに行くの？ということで、たけるくん出番です。あ？あ？え？どこ？ここどこ行くの？見えるかしら？どこ？マイちゃんちゃう、見えるかしら？マイちゃんちゃう？うん。マイちゃんちゃう？あ、なんかマイちゃんちゃうの点が見える。ちょっと待って。あ、見えた。
待って、この豪華客船で素晴らしい景色なのに、毎回それをヘリポートにいるんだけど。そういうもんか。よいしょ。ヘリポートもありますよっていうね、紹介を兼ねて。うん。はい。なるほどね。そうです。ちょっと待って。ちょっと。あのね。あれ、あれどこ行ったかな。また探してみる。あ、つまらない。あ、つまらない。ほんとね。わかんない。もうインベントリ少ないんだから。ちょっと待って。あれ？あらら。はい。何か飛んでる外を。ね。飛行機が飛んでる。あ、じゃあ、進めてて。あ、じゃあ、ここね、スポンサーシムインフォメーションです。どうぞ。はい、皆さんこんばんは、まいちゃんちゃおでございます。こんばんは。こんばんは。たけるくんのスタンバイが整うのがちょっと遅れそうなので、うん、先にインフォメーション行きたいと思います。はい、ここ私決めたんじゃないですからね。うん、わかってるよ。はい、わかってる。ここでという指定がありますのでここでやってるんですが、はい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 、ものすごい端っこから来ましたね。すっごい端っこから来たっていうか、俺その間ずっとここでマイちゃんが待ってたのを考えると本当忍びないよね。いや、ちゃんとあの番組の配信用の画面も見てますので、ああ別になんとも思わないんですが、そんなになしだったのね。はい、ただこのセットつけて一人でいるのが、うん、あのここ外国人の方が多いじゃないですか。そうね。何人か聞かれたんですが、うん、まあ答えようにも答えられないわ。一生懸命片言の英語で答えてるんですが伝わってなかったかもしれないです、うん、ああ、なるほどね。はい、もう適当なこと言っとけばいいね。はい、適当というか、うん、すいません、変なセットつけてるのでびっくりしたかもしれませんね、現地の方が。はい、では行きましょうか。今週の、たびたび夢大陸、今週のインフォメーションのご紹介になります。はい、今週はこちら別府支部からのお知らせです。別府支部からはですね、ギャラリーで展示作品の募集ということなのですが、うん、はい、ここ、たけるくんじゃなくて、確かゴンちゃんが行ったシムだと思うのですが。うん、うん。はい。こちらの方。以前ご紹介したことがあるんですが。うん。別府シム内にあります笹川原温泉の写真館があるんですよね。はい。そこの写真館に、あなたの作品を展示できるスペースができます。あります。はい、はい、はい。はい。そしてですね、そこの、レンタル料というのは、一切かからないそうです。はい。レンタル料かからないんですって。すごいね。良心的ですよね。それでもいいの？いろいろありますけど、今、中の写真はこういう感じになってるんですが、セカンドライフ内で撮った SS や、それとともに作った作品、うんうんうん、あとリアルで撮った写真など自分で、あと描いた絵画、うん、はいはいはい、平面のパネルで展示可能なあれば歓迎いたしますということです。へー、はい。そしてこちらの SS 展示台展示されているのは、今現在展示されているのは、うん、こんちゃんの時もそうだったはずですが、若葉ハーミットさんの作品が今、うん、10月31日、今月いっぱい展示されてるそうです。あ、なるほどね。はい。うんうんうん、で展示の応募にあたりまし、つきましては、うん、一体のものとかは、フリップ数の関係もございますので、うん、少しであれば、うん、ご相談くだされば、うん、展示できるような感じだということです。なるほどね。個人で応募してもいいですし、あとみんなでまとめてグループで、展示でも可能だそうです。はい。ただ代表者の方1名様選んでいただいて、その作品を展示するという形になるそうです。なるほど。
はい、展示の仕方は基本的に自由だそうです。規定のプリム数内であればあなたのアートを表現していただければということです。はい、なお、ゼネラルエリアなので作品の内容はゼネラル規定に準ずるものとさせていただきます。はい、常識ある作品ということですね。そしてプリム数とか展示期間とかの詳細に関しましてはペップシムに属しています、コアラシムのマネージャーさん、ケイトレネさん、はい、前お世話になったんですが、お世話になりました。その方に、お問い合わせください。そして他のスタッフさんでもいいということなのでそちらの方にお問い合わせください。なるほど。はい。今日はこれで以上なんですが。はい。今日ね。はい。結局、ちゃんとそこの立つやつ。はい。見つけられなかったの。だから、ちょっと下からだけど。はい、そうですね。これ、ね、送ってほしいね、写真ね。はい、ぜひ送っていただければ。うん、はい、可能でございます。すごい、なんか透けてる。え、だって顔が透けてるだけ。顔が透けてるっていうか、ほら、ガラスの後ろにいるからさ。はい、透け、薄くなんかちっちゃく映っておりますが、はい、どっか行っちゃったんだよ、立つやつ。立つやつね。うん、わかりました。来週は準備、来週は、誰だ俺のアンテナピンクに似てるやつは。誰かがしてますね、いたずらで。見やすいようにしてくれたんじゃないですか。そうね。そうね。はい。なんかね、あれなんだって、はい。すごいなんか俺もったいつけてるでしょ。はい。なんかね、これだ。来ましたね。あ、いいよ。はい、インフォメーションが終わってから。見つかりました。見つかりました。はい、来週は多分スムーズにいくと思います。来週はスムーズにいくと思いますので。はい、来週もタケル君なんでしょうね。わかんない。最近、ゴーちゃん出てきませんねって。違うよ。だって俺が決めてるんじゃないもん。そうなの？そうだよ。これは、キノコさんとかマイコさんが指定できてるんですか？うん、結構ね、SLTV カイドから言われてる。あ、そうなんですね。私、実はケンジンのあの迷路ありますよね。うん。あそこに行って先週ちょっと遊んでましたら、うん。まあ、SLTV の方ですねって言われたので、そうですって言って、いつも見てますって言ったので、うん、ありがとうございますって話してたんですが、ゴンちゃんはもう出てこないんですかって聞かれたので。ゴンちゃん出てくるよ。おそらく出てきますよっていう話をしておきましたので。うん、出てくると思う。まあ、俺じゃ夫婦かっていう話だよね。いや、たけるくんファンもいますし、ゴンちゃんファンもいるんだと思います。うんうん、そうね。うん、佐々木くんがたまらないですって言ってくれましたよ、その方。最後、佐々木くんね、ゴンちゃんの背中にいる豚さんね、はい。そうやって言われたので、お伝えくださいということ。わかった。じゃあ伝えてく。で、じゃあ俺次のところに行くから。はい、行ってらっしゃいませ。じゃあね。はい、また来週。ということで、今週のインフォメーションでした。キルゴさん、マイコさん。はいはい。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。飛行機がブンブン飛んでるね。ずっと飛んでるよ。すごいね。すごいね。うん。ただいま。おかえり。いや。はい。はい。はい。で、こちらがですね、ヘリポートのすぐ下にある、スカイダイビングっていう。うん。うわぁ。はぁ。はぁはぁ。こんなので遊べたりもします。ああ、なるほどね。遊ぶところがたくさんあるね。たくさんあるね。うん。うわぁ。これ、吹っ飛ぶわけにはいかないもんね。これ、マイコさんとりあえず行ってみたら？またそんなこと言ってる。マイコさんだけ行ってみたら？私がですか？いや、いいよ、一緒に行っても。じゃあ、待ってる？キノコ。これは。うん。じゃあ、俺とマイコ先生とか。です。
ってやってくるね。いってらっしゃい。うん、ちょっと行ってみるよ。まあ、すぐ戻った。あひえこれはこれはこれどこまで上がるの？どこまで上がるの？多分 4000m です。4000m？ ちょっとそれ、あ、でもすごい速さでもう着くよ。あー、すごい、ほっぺの肉が寄せられる。うわ、ババ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 わわわわわわわ、はい、スカイダイビングというよりあの落とされましたが。あのさ、スカイダイビングってなんか後ろにしょうじゃん。そうですよ、パラシュート持っててないね。もう早く言ってよ。あー、落ちる、落ちてるよ。どうしたの、誰ですか？誰だ。あー、やりゃー。うわー、なんかタケル君が見えた、なんかチラッと見えた横。これは、あ、俺そうだ、俺ジェット噴射使えるんだ。へぇ、あれ、ここ飛行禁止じゃん。そう、そうです、そうだ。うん、俺ら落ちるだけ。そうです、二人とも落ちるだけ。もうちょっとしたらね、多分ね、そこに着くと思うよ。そうね。あ、なんかマイコさん追いついてきた。嘘、やっぱ重いからね、私近くに重たいから。カメラさん、決定的瞬間捉えてね。これちゃんとその場所に落ちるかしら。いや、どうだろう。いやー、なんか不安なんだけど、すごく。どうだろう、大丈夫ですかね。大丈夫わかんないよ。わかんない、もうだ。今1400です。もうちょっとでいい。あ、うわうわ、あ、なんだなんだなんだ、ちょっとカメラさん一番おいしいとこ撮ってないよね、今ね。まあ、私が先着いた、これ。え？まあ、ちょっと、俺どこにいる？粘土の塊のデフォ立ちの私。俺どこにいる？俺、着いた。やっべ。な、戻ってください。誰か TP で呼んで。出れた。うん、出れた。危ない。ああ。客室に着けるだ。気をつけて。ああ。うわあ、みんなが粘土に見えるよ。どうだって見える。キノコが。遊びどころがいっぱいだっていうことだよね。そうです、それが言ったからね。あ、これ。はい、監視部分あるんでしょ。うん、そりゃもうそりゃすげえわ。ここでロッククライミングもね。おぉ、ロッククライミングだ。一気の中で初めて見た。私も初めて見たかも。ちょっとマイコさんやって。わかりました。うん、これはね、わかるね、言い方。わかりますよ。お、どうだったっけ。マイコさん、はいはい、おる、はい。お、なんか構えてるよ。マドロスよ。え、マドロスさんよ。うん、どうよ。なんか変わってたぞ。ちょっとかっこいいよね。うん、結構早く登るって言ってんだろ。あー、なるほどね。早く登れ。はい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 。何回もクリックしちゃいけないんだよ。わかった。うん、あれ、これ、ここですよ。あ、マイコさん、はい、任せて。ちょっと待って、どんだけ構えてる。何やってんのよ。マイコさん、戻るでしょ。ここ、あ、わかった。ほらほらほら、いけない、私。これ、ここから、あれ？これ、マイコさん？嫉妬のマークが出るはずなんですが。何言ってんの？あ、出た出た。なんか、すご
ごい武骨な。これ難しいですね。こっちですかね、やっぱりね。そう、なんかそう、もうかなり難しいですね。まあ。はあはあはあ。あ、そこに登った、登ってたんだね。で、シューって降りてくる。はい。はあ。なるほどね。ゴール、ね、これいいね。これ面白い。これ、面白い。やらないの？2人で。そうですね。うん。やらないの。はい。じゃあ次行きましょう。まあ、うん、これはね、ガニさんになるからね。だから言ったんだよ。やらないの。見たかったね。次行きますよ。うん。なんか私ガニ股なんですけど、なんか、いやいやいや。ワンドマンはいいの。ワンドマンはいいの。ちょっと扱いが違うよね、きのこちゃんと。あいこさんほら、だって、シモにゆきこさんが憧れの人だったんでしょ。そうです。ね。はい。そうそう。あきのこちゃん。これも、シム声があるので気をつけてください。またあるのね。わー、すごいなー、ここ。ここね。ここのデッキでさー、なんか。ちゃんとここ、ジョギング。どこの国から来たんですかみたいな。あー、いいですね。こういう出会いがね。いいですね。あるわけですよ。なんか、沈んでたやつがいたら今ニョキニョキニョキって沈んできたやつが出てたやつがいるよ。ちょっと待ってください。あ、今、復活もう、抜けたのかな。もうちょっとですね、これ頑張って。え、もう抜けたんじゃないの。あ、なんかみんなが、はい、大丈夫かな。大丈夫大丈夫大丈夫。抜けた、ここはい。じゃあこちらに入りまーす。だどこだ。あ、なんかこういうのなんか見てるとこう、タイタニックを。わあ、これ船の先っちょでやりやすいな。やりたいね。やりてーな。はい、まあ、タケル君ダメよ、ちっちゃいもの。ロボットだし。え、ダメダメ。なんだよ、たまにならないタケル君じゃ。あ、なんかね、今ね、モニターがね、止まってるよ、たぶん。あ、止まってないのかな。ピーちゃんが、配信中ですね。あ、配信中ですか。今、頑張ってます。今、頑張ってます。頑張ってます。頑張ってます。少々お待ちください。はい。はい。過酷な旅なのでね、今日は。あれ、ここ何、うん、あ、まだダメか。まだ、まだ、まだダメですよ。まだダメだよ。はい、まだダメですよ。あ、すげえ、これってあれ、そうそうそう。そう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 、あれ。あれよ。うあれですよ。こういうのもやるんだ。いやー、ただ今音声のみでお送りいたしております。そうですね、はい、しばらくお待ちください。しばらくお待ちください。ここ過酷だわ、あの映像で。そう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 、シム声シム声でもうクルーさん大変。うんうん、まあ音声さんだけはかろうじて生きてる感じ。そうですね。これ番組を見てる方、聞こえてますか？あ、聞こえてるかな？聞こえてますか？チャットの方にいるから聞こえてますか？聞こえたら聞こえてるって言って。あ、聞こえてますよと。あ、聞こえてるって言ってね。よかったです。はーい。聞こえてます。はーい。ここね、楽しいから来た方がいいよ。みんな遊びに来てください、ここ。うん、でも今じゃない時ね。今はダメよ。今はダメよ。これは楽しい。今はダメよ。これってさ、うん、これってあれでしょ。もう前もさ、今のうち履いといたら靴。え、ここ買わないといけないのよ。あ、そうか。じゃあダメだ。これ、そうなのよ。じゃあダメだ。ああ、じゃあ俺、ちょっと、あれ、なんかついてないもの。まあ、きのこちゃんはね、ブーツでもう滑ってるけど。あ、すごいわ、すごいわ、すごいわ、ぐるぐるだわ。いいわ。あ、いいもん持ってるね。え？いいもん持ってるわね、あなた。そんなにいいもん持ってるの？うん。
もうぐるぐる。ぐるぐる。うん。これ、俺もくるくるできるのかな？くるくるできる？ちょっと待って。なんか持ってる？これ？うん。これは持ってるよ。そう、頭で回るやつじゃない？そうよ。あ、これヒントになってるの？何？あ、そこなんか降ってるんじゃないの？これ違うの？雪？雪降らしてるの？これ違うでしょ？降ってるね。ねえ、降ってるの？うん、降ってるそうなの。降ってます。これまだ復帰できないね、カメラね。あ、復帰しました。あ、見ていた。はい、皆様お待たせしました。はい、って言われて、あれ、なんかカメラが真っ暗になったよ。映った、映像映ました。海の中だ、今海の中かな。映像復活したけど海の中だね。わあ、かなり過酷な旅なのでね、少々お待ちください。うん、うんうん、大丈夫でしょうか。大丈夫でしょうか。復活しました。復活した。さすが、さすが。帰り、帰り、帰りなさい、帰りなさい、お帰りなさい。だわ。まあね、ずっとくるくる回ってるけどね。回るちゅで。どこ行ったの？カメラマン。カメラマンさん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 どこ行ったんでしょう。カメラマンさんどこ行ったのかしらね。あ、なるほどね。あ、いた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 。うん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 。了解です。カメラマンさんもう金ちゃん帽子みたいな。うちのカメラマンさんデホなのでね。そうね。そうそうそう。今ずっとキノコ見てたら私が目が回った。本当に。虐待、虐待、虐待、虐待。虐待って言ったよ。言ってない、言ってない、言ってない。うん。あ、映ってます。 OK、 映ってます。はい、うん。こちらはスケートリンクです。すごいよ、こう、大きいよ。これ見て。いいです。大きいですね。うわぁ。すごいな。すごいね、キノコさん。これは嫁入り前の、こう、乙女としては、まあ、ありですね。あ、じゃあ私もやらないといけない。ちょっと私、ちょっと私あるかしら。ちょっと。マイコさん、ちょっと、かぶってるんで、ちょっと横の方に。ちょっと、どういうこと？私もやらないと。あ、サービス。え、なんか、あそこで音声さんがなんかスケート乗ってますよ。え、どこに？あ、ほんとだー。音声さんがスケート乗ってますよ。おー。おー。おー。ラララーン。タラララララララ。から あそこに今飛行機が墜落したけど、それは見なかったね。今見なかったことにして。うん、あ、なるほどね。お、素敵。お、上手上手。おせさん上手。すごいな。なるほどね。キースケートリンク見てください。素晴らしいじゃないですか。はい、いやー、空を見ながら楽しいね。音声さんが横見ていたんですが。え、何？音声さんが今横、音声さん、音声さんね、そう、音声さん、音声さんもめっちゃなんかスケート上手なんだけど。そう、むちゃくちゃ上手いです。すごいですね、その音声さん。イナバウアーはして、イナバウアーすごいんですよ。イナバウアー、音声さん、イナバウアー、バウガー、
リクエストが来てますよ。ウケさん、イナバウアーお願いします。ウケさん、イナバウアーお願いします。ウケさん、ウケさん、イナバウアー、華麗な滑りを。いやー、ウケさんにしとくのはもったいないよね。うん、あ、来た、イナバウアー。おぉ、音声さん、すごい。イナバウアすごいな。いや、そんなことできるなんて知らなかった、今まで。知らなかった、今まで。うん。いやぁ、キノコさん、すいません、はしゃいでしまいました。はい。次のところ行きますか。はい、次行きましょうか。はい。はーい。どっち？じゃ、リンクから出てください。はい、はい。出てきますよ。次はこっちです。はい。うわー、綺麗だ、海がすごい綺麗。そうだね、うん、これ綺麗だわ、ね、カップルで夕日を見に来てください。ほんとだよ、これ、うんうん、ちょっとリッチな気分でね。そうね、そうね、そうそうそう、君のために夕日を用意したよ、みたいな。うん、わかったわかった。なんでよ、もう。今ね、ついで今ね、落ち込むってさ、一生懸命歩いてるから、そういうとこじゃないんだよ。そうそう、大きいからね、ここ。うん、ちょっとその、ね、入れてしまったらね、あの、待っててくれてましたよ。あ、そうですね。うん。もうちょっと待ってろって感じだよね。止まった。今止まったよ。よいしょ。はい。こちらを、登りまーす。はい。登りまーす。で、追い抜いていくかな。信じられない。違う。あ、そう。うわ、ここはまた何かしら。え、何？なんでこんな隙間通ってんの？うわー、すごーい。うわー、ん？何？あー、すごーい。あ、これプール？プールです。うわー、うわー、すごいやー。止まんねえ、あ、止まった。すごいなぁ。プールじゃん。尺大丈夫かしら。プールだ。尺。プールだな。スライダーのとこに登ってるんだけど、マイコちゃん。なんですぐスライダーに登るんだよ。だって、こう、スライダー。なんで、一回ここだ。ここなの？一回、ここで離れてくるんだ。滑らないと。あれ、降りて。やっほー。何やねん。おお、すごいすごいすごい。うわぁ、うわぁ、ちょっと関係ないからね。進めてください。はい。で、今のスライダーのとこ見やがったらね、せーか。いやー、これ遊べるの？遊んでいいの？また後で遊んで。後でね、そうね。はい、うん、普段ね、ここの水着で遊んだ方が。そうですか？そうですね。え、もしかして水着になるの？いや、なりません。あ、そうだね。やばいですね、ここでなるとね。ならないよね。危ない危ない。危ないのね。うんうんうん。え、はい。こっち見るの？そうですよ。はい。あー、綺麗だね。海をバックにした方がいいですか？これでいいですか？そうですよ。え、大丈夫。うん。あー。この夕日はたまらんな。これ、たまらんけど。うん。尺的には、もう一回スライダーに行った方がいいんじゃないかな。尺的には大丈夫？ますけど、もう。はい、お任せするわ。夕日を背にしますか？あ、うん、夕日を背にするんじゃ。見てもらいましょうね。うん、まあ、あのね、ディレクターさんからね、はい、スライダーに行けって行けと、うん、分かりました。もう、あなたじゃないよね。私よね、きっとね。はい、行ってみて。え、キノコも来るね。え、私そうだよ。キノコさんが今日キノコが滑ってるのを見たいんだから。
私も滑りたい。本当に。いい加減滑ってるよ。楽しいから。そうそうそう。楽しいのよ、本当に。よし。よいしょ。よいしょ。よいしょ。え、これ上手くなったの？もう上、上に上に上に。上に上に上に。すごい、上がれるんだ。ベリーって。え？いやすごいことになった。いいよ。うわ。いた。カメラさん、キノコが行こうよ。いた。わあ。このスライダー面白いな。いや。面白い。やばーん。あ、なんでそこ立ってんの？あ、違う音だったな。よいしょ、俺も行くよ。いや。あ、なんか俺飛んでる。俺なんか飛ばそう。あ、姉ちゃん、なんとね。どっちにしようかな。これ。やーあ、やば、中見てた。カメさん。カメさん、カメ、中見てた。カメさん、カメ、中見てた。中見ててる。中身が出てます。やーイ、イェーイ、おう、わーあ、わーわーわー。すごいなぁ。いろんなのがあるよ。そういうところが盛りだくさん。マイコさん、飛び込み台があるよ。そうですか？うん。ほら、ここに。はい、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 行きますよ。カメラさん見たのか？行きますよ。はい、はい、はい。こんなに飛ぶの？すごいね、これ。めちゃくちゃ。ちょっと、カメラさんも予想してなかったんじゃない？今の。予想しなかったんじゃない？予想してなかったですね。びっくりと。いいよね。じゃあほら、ひよこさん。いろいろあるから、いろいろ出てくるから。私、ジャックナイフっていうのを見てみたい、きのこちゃん。ジャックナイフ。わかった。うん。ジャックナイフ見てみたいね。そう。ジャックナイフ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 。きのこジャックナイフ。きのこジャックナイフ。はい、はい、あ、足の方まで落ちてた。すごい高いんだけど。すごいね。わあ、すごいな。俺中身出るよね、きっと。いやでもこれ飛び込みのポーズがすっごくあるんですよ。ダイアログが出てきて。本当？ちょっと、うん、ちょっと見てみて。見てみる見てみる。うん。ちょっと待って。よし。じゃあ。俺昔水泳部だったからさ。わかった。うん。中身出るけど気にしないで。中身出るけど気にしないで。しないけど。うん、どうだ。よし。よし、行くよ。行くよ。行って。どうぞ。バックフリップ。よいしょ。すごい飛んでる。すごい飛んだ。わー、面白い。すごいね、これ。すっごいジャンプする。引いても引いても取れないと。そうだよね、皆さんもね。これもう下から覗いてないと無理だね。これはね、楽しい。もしよかったら音声さんもみんな音声さん、マイク持ったままで行ってみたらどうでしょう。うん、マイク持ったままで。ちょっと。あ、オンデさん行きました。オンデさん。よ。オンデさんマイク持ったままで行きます。いいですか？オンデさんマイク持ったままで行きますから。はい。さあ、今、ダイアログが出てると思います。はい。よ。すごい、顔がプルプルしてるから。プルプルしますけど大丈夫ですか？ちょっと、ダイアログじゃない。もう一回、もう一回やってみた方がいい。もう一回。どこに座ってんの？あー、こっち。音声さん、音声さん、音声さん。あ、来ましたよ。なかなか言いませんよ、マイク持ちながら。マイク振ります。いやー、面白い。なかなか面白かったです。
けへんやろ。ありがとうございました。いや面白いねここ遊びよここ、うん、学校生さんが今戻ってきたね。いや面白かった。あ楽しかった。あバックにまたいい感じで、いい感じでね、地球がこう映ってるよ。映ってる映ってる、すごいな。さあじゃあエンディングですか。はい。エンディングじゃないの？エンディングね、いかがでしたか？楽しかった。楽しかった。もう先に喋ってんだ。本当にこの一言、楽しかった。うん。ここ楽しいです。うん、そう。うん。すごい。スケールが大きいよね。楽しい。大きいですね。大きいわー。うん。なんとも映像大きいわ、スケールが。うん。うん。見たことあるカエルさんが目の前に。そうね。今カエルさん、カエルさんも和むってんだよね。ああ、そうですね。そうそう。いやー、これさ、まだまだ多分見てないとこいっぱいあるでしょ？そうですね。だって客室とか見てないもんね。うんうん。まだ他に客室ごっそりあるわけでしょ？はい。で、多分この後空撮で見れると思いますけど。あ、ギャラリーとか、画廊とかがあるわけだ。そうね。すごいな。見切れなかったね、もう。見せ切れなかったね。うん。もう本当にもうちょっと時間があるんだったら、もう俺の取り返し一杯よね。ああ。そう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 。見たかったわ。そうそう。取り返し一杯みたいなね。もう見せたかったけど、ちょっと、うん、時間的に無理だったからね。時間がちょっと足りないと。残念。そう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 。いや面白かった。本当に楽しいです。うん。ここは。うん。うん。ぜひ来てみてください。はい、皆さん来てください。はい。ということで見ている皆様もいかがだったでしょうか。うん、また来週も素敵な詩も一緒に試しましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それじゃあ、バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。またねー。世界は二人を引き離して会いたくて会えない日々を数えて平気なふりして笑ってみせるけど切なくて切ないこと二人の距離まだ響かせて忘れたくはないから二人